あの製法取ったら間違いなく敵出てくるな。あ、絶対出てくるわ。いよいよ開いちまった。もう後戻りはできねえ。どうした？別にどうもしねえよ。間違いねえわ。絶対守護神ガーディアンみたいなやつが出てくるわ。あれが製法、死者の魂を呼ぶ箱か。この重たく冷えた波動、間違いねえな。やっと見つけた。まだ分析しきれてませんが、不思議な力を秘めているのは確かですね。人間にはこんなもの作れません。神の力を借りたか、あるいは神が自ら創造したものです。ホープ探れ、何か異常は。います、近いです。武装した集団、カオスに紛れて接近を見落として。わかった、もういい。ファング、どうやら救世員。悪く思うな、バニラ。ファング、何のつもりだ。ずっと探していたんじゃないのか。こいつは誰にも渡さねえ。使っちまったらバニラが死ぬんだ。バニラが。いいか、こいつは呪いの箱だ。さまよう死者の苦しみをきれいに消して無に返す。代わりに使ったやつは死ぬ。バニラはこいつを使う気だ。死者たちに償おうと。てめえらに渡すかよ。ぬよせ。製法の探求ご苦労であった。聖女もさぞやお喜びになるであろう。聖女に代わって御礼申し上げる。ゲス野郎ども、バニラを死なせる気だろうが。くだらん儀式の生贄によ。引き捨てならんな。我の救世院への侮辱は神への冒涜にも等しい大罪だ。神の裁きを受け、死をもって罪を償え。奴らに製法は渡せねえ。だからよ、ライト、助けてくれねえか。今さら聞くな。行くぞ、ファング。いやー、マジか。絶対強えじゃん、これ。絶対強えな。うわ、見た目がグロ。何よ、これ。うわ、条件も何もわかんねえけど。絶対衝撃。攻撃が来そう。エンサの息。しのいだ。エアロガール。エンサの息ガード。オッケー。ああ、ノックアウトはできますね。今ダメージ食らった。ヘビーガード。ん、行動できない。ああ、今封じられてる、もしかして。攻撃食らっちゃったからかな。呪い。おっと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 、なんか来たぞ。全然気づかないうちに攻撃が来た。間違えた間違えた間違えた。あ、やばい、連続攻撃か、これは。ヒー、ハイポーション早くも1個目。あ、またリジェネガード、強切り、リジェネガード、強切り、リジェネガード、強切り、オッケー。リジェネガード耐える。ブリザードや、もうちょっとであれできそう。 OK。 リジェネガード強切り、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 
オッケー、圧倒的に強えな。まだヒットポイントあと31。やべえ、ファングさんが一緒に戦ってくれてるわ。とはいえ、おっとっとっと、資料将来これやばそうだな。なんか時は止まらない、なんかまとってんのかな、よくわかんねえな。お、ノックアウトしたぞ。いけ強襲。あ、なんかやばそうこれ。うわ強っ。ガード、これ一回ハイポーション使っといた方がいいんじゃねえか。やばい、ガードできなかった。そっか、こっちがあれなんだ、 弱まってるから妙に効くんだ。ガード、そしてあいつは強まってんだな、やべえな。いいダメージ入るな。エアロが、競技勝者必須。あー、つい。再生を導こう。やばいやばい、相手の通常攻撃にあれができないな、対応できないな。これはガード、よし、ここは攻め時。やべ、来てる、あぶねえ。いやー死んだ、あー遅かった。あれイズ使わなきゃダメか。そうじゃ必須。あ、やべやべ、来てた来てた来てた、間違えた。これは攻撃してていいんだよね、確かに。そっか、あれで防御力がとか上がってるんだ、資料将来で多分。でデシェルとかフォークも来るんだな。あ、めっちゃ食らってる、いつの間にか。あー、そうか、これ使えるな、使っておきたいな。これ強えよな。あとちょい、ガード、あー危ねえ、間に合った。エアロラ、あとちょいだよ、頑張れ。なんかカイアスよりはいけてる感じかな。しまった、ここであれされたか。ガード、ヘビーガード、オッケー、綺麗に決まった。ここはガード。OK。でも結局かわずった。勝者必須。OK。耐え切り。ここでエアロラで、溜めておいて、ビガッサ来た。OK。エアロラ。ガード。オッケー、ブリザードやろ、もうちょいもうちょい、
ガード。エアロラ。よし、ノックアウト来た。競技だ。よーし、おさー。よかったー。なんとかなりましたね。あー、でもランクは4か。いや、次は5を目指しましょう。とりあえず勝ててよかった。割と作業でなんとか勝ってましたね。カイアスほど辛くなかったです。製法は奪われたか。ざけんな、封じられてる奴らの術か。つくしゃ、閉じ込められたな。現実を受け入れるしかない。聞かせてくれ、一体製法とは何だ。死者の苦しみを無に返すというのは。消し去ることで救うのさ。生まれ変わる希望もなく苦しみ続ける死者たちの魂を西方の力で消滅させる。そうすりゃ苦しみは消え救われる。死者の魂を消滅だと。バニラは知っているのか。知ってるさ。儀式をやれば自分が死ぬってこともな。それでもやるって言い張ってんだ。死者たちの嘆きを終わらせるたった一つの方法だってな。お前はバニラを死なせたくなかったんだな。だから製法を。ああ、手に入れようとした。バニラに渡すためじゃねえ、渡さねえためだ。誰かが製法を発見して救世員の手に落ちたら、ふざけた儀式でバニラが死ぬんだ。盗賊団に入り込んでこの遺跡を見張って、製法が見つかんねえかそれでいい、そう思ってた。あんたについてきた理由も分かったろ。解放者が製法を手に入れて救世員に渡さないように見張ってたんだ。最低ね。ライトニングが救世員の手先かもしれないって疑って監視してたんだ。まあ見張ってたのは私も同じ。あなたたちが製法を手に入れるその瞬間を狙ってたの。捜索隊を引き入れたのはてめえの仕業か。そうよ、ホープに見えないようにね。連中今頃製法担いでルクセリオにまっしぐら。それじゃあ儀式をお楽しみに。バニラの死と引き換えに死者の魂は浄化されて、セラという子の存在もきれいに洗い流され消える。儀式が行われるのはいつだ。世界が滅びを迎える日に。終末の鐘が鳴り響くとき、レテの禊は成就する。ファング、バニラは死ぬぞ。はっきり言ってくれやがる。私には救えない。何が言いてんだよ。私の使命は魂の解放だ。バニラが心から死を願うなら、望みを叶え魂を解き放つだろう。あいつを死なせようってのか。バニラの決意が変わらない限りはな。私には変えられない。バニラの思いを受け止めて、それから救ってやれるのはお前一人だ。たきつけやがって。分かってるっつうの。そうだな、バニラ、ずっと一緒だ、最後までな。オーケー、デッデューンのメインクエストをクリアいたしました。長かったな。まるまる、いやでもまあまるまる4時間くらいか。いややっぱりメインクエストの報酬はでかいな。ありがたい。扉を封じた術はもう解けていますが、今から追っても間に合いませんね。製法は救世員の手に落ちました。焦らなくてもいいと思います。儀式は今すぐ始まるわけではなく、この世界が終わる
最後の日に行われるようですから。うんうんうん、そう言ってたもんね。じゃあまあとりあえずは大丈夫なんだね。ガキ好き強そう。こっちかな。ガー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 、違う、上だ。ガキズキンかな、名前で。ガキズキン、はい。魔法攻撃 75% アップか。さて、じゃあメイン終わったんで、裏でゆっくりとですね、サイド済ませておきたいと思います。ここはそんなサイドなかったはずなんですけどね。まあサクッと終わらせていきましょうかね。じゃあ今回はここで終わっておきましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。